私は今まで日本語とアイルランド語を勉強しましたが、面白いことに気がつきました。日本語とアイルランドは特別な歴史と文化があって、思ったより似ているところがあります。でも、人はあんまりアイルランド語を知りません。アイルランド語はまずその歴史を知らなければいけません。それから日本語とアイルランドの文化を比べたいと思います。日本語とアイルランド語の一番大きな違いは歴史だと思います。日本の社会は国語が使えますが、1831年にイギリスの政府は公共の場所でのアイルランド語を禁止しました。この新しい法律のためにたくさんのアイルランドの文化や一族の知識や民話が消えてしまいました。文化を救うために1935年にアイルランドの政府はアイルランドの民話委員会を始めました。委員会のおかげで忘れられた文化や民話が守られました。アイルランドの歴史は自由との戦いでした。日本語とアイルランドの発音は違いますが、両方とも音楽のように聞こえると思います。それから特別な意味があるフレーズがあります。日本語でそれは四字熟語です。そしてアイルランド語ではシャンロックルです。これらの目的は古い世代から若い世代に古い理想と知識を語り継ぐことです。またどちらの文化にも神話があって、それが文化に大きな役割を果たしています。日本では神道があり、日本の神話からゲームを作りました。例えば狼というゲームです。そしてアイルランドの神話の人気キャラクターはスポーツチームのシンボルになっています。またアイルランドの神話はたくさんの音楽や歌手に影響を与えました。例えばアイルランドのクルアハンというメタルバンドです。日本とアイルランドの一番似ているところはおもてなしだと思います。私の経験からどちらも親切で気さくです。アイルランド人は人が困ったときすぐに手伝います。また日本のおもてなしはとても有名です。似ていないようですが、本当に日本とアイルランドの文化は似ていると思います。日本語とアイルランド語はとても美しい言葉です。文法も発音も全然違う言葉ですが、どちらもたくさんの考えと知識があります。神話からおもてなしまで、これらの文化は兄弟のように見えます。ありがとうございました。